ちは。こんちは。今日は、ウェスリー選手が来てくれて、ちょっとシングルの練習をちょっとして最後ダブルスの練習しようかな。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。以前大学の時ですね。まだあの頃ゴンちゃんの時の YouTube の時で出ていただいた上杉選手です。よろしくお願いします。お二人の関係ってパートナーですよね。関係パートナーですよね。パートナー、まあ何のパートナーだったの。そうですね、ダブルスを結構でまだ出始めたいですけど、そうですね、いろいろあったんで、そんなに出てる回数は少ないんですけど、ちょっと将来を見据えてとか、まあでもダブルスの練習本物ですね。はい、今日は久々にちょっとお互いにシングルをちょっとやってからダブルス、はい、あ、ではちょっと今日取材させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。
初めてちゃんとお話ししたのは僕がプロ1年目の頃で、で1年目の夏にその年末の全豪オープンのプレーオフ大会にオファーを松井さんからしていただきまして、でそこからもう僕はもうすぐ松井さんから誘ってもらったんで、まあそれはもう OK して、もうむしろぜひ組んでくださいということで、そこからそうですね、松井さんと仲良くさせていただいてるって感じで、まあそれまでは何回か対戦はしたことはあったんですけど、こうやってもう特に上の先輩というかテニスのプロですごい人っていうのが僕の中であったので、まあ、そういった方にダブルスを誘っていただくのはすごい光栄なことで、それは誘ってもらった時嬉しかった記憶が一番ありますね。たくさんいらっしゃる男子プロの中でプロ1年目の上杉海斗選手にオファーしたということになるかと思うんですが、なぜだったんですか？いや、これはちょっと話長くなるんですけど大丈夫ですか？大丈夫です。3つ4つ理由があるんですけど、はい、1つは僕自身の経験があって、僕がそのナショナルチームにいて外された時があったんですよ。でそれがもう、30ぐらいかな、まあ野球でいう戦力外通告みたいな感じで、でその時にまあ、ランキングもズバ抜けしたわけでもない、まあ、上位にはいたんですけど日本の中では、でもランキングズバ抜けしたわけでもなく、やっぱり年齢もちょっと、当時はですね、やっぱ30過ぎからみんな引退していくんで、まあそういうのもあって、で僕自身はもう全然やる気もあったし体もフィットしてたし、やる気ももうこれからだっていう時だったんで、ちょっとまあちょっとその時はまあ悔しい思いもしましたけど、ただやっぱその時にダブルスに専念っていうオプションがあんまなかったんですよ。なかったというかあったんですけど、その何でしょう、シングルスできてダブルスができれば、OK みたいな、でもそのダブルスだけじゃなくてみたいな、だからそれで僕もそこが一番その需要が、あって、ナショナルチームの中でもで、まあ、年齢的なところを言われたらもうちょっと僕もまあ年齢はもうしょうがなかったんで、そこのシングルダブル両方頑張んなきゃいけないっていう流れの中で、今思うとその時にダブルスに専念してればもしかしたら、今頃もっとダブルスで活躍できてたのかなって思った、まあ、後悔というかたらればなんですけど、そういうのがあって、で、まあ、結局僕はもう35過ぎて6、7、8ぐらいでダブルスっていう風になったんですけど、僕の同じ世代の海外の選手はみんなその辺でダブルスに転向して、で今はもうグランドスラムで優勝してるやつも大体もう10年前に一緒にやってた連中なんで、そこでちょっと僕の中では日本全体がそういう風になってってなかったんですよ。だからでそれで彼みたいに若い時に本当に大学出てすぐにダブルスにすごい意識が高くて、もちろん実力はもう半端ないセンスもあるんですけど、シングルでもものすごいもう全日本ベスト4ぐらい簡単に入っちゃうぐらいの選手だけど、でもダブルスで勝負していきたいっていうのがもうあったのがすごくて、で僕のその前の昔の話なんですけど、もうぴったりハマるんですよ。やっぱそういうのがあったら絶対こう日本のダブルスもっと強くなる、出牌でも全然ダブルス勝てない時期があったんで、なんていうふうに思ってて、そこがすげえなと思って、若くしてその決断ができるっていうのは、僕もここ20年近くやってますけど誰一人いなくて、でちょうど僕がモヤモヤしてた時だったんで、その思いをちょっと伝えた方がいいかなっていうのは
あってですね、でまずそれが一番一つと、でもう一つは、まあ、海外回ってるとやっぱ僕なんて本当に日本人でそのパートナーのこと いなかったんですよ。みんなやっぱシングルス優先だから、でまあ当たり前なんですよ、まあ、言ってもテニスはまあシングルのメインのスポーツだと思ってるんで、でもそのダブルスにやろうって言った時にこう一緒にやろうっていう選手がやっぱなかなかいなくて、で海外の選手と組むんですけど、海外でも外人しても一括りにしてもあれなんですけど、やっぱちょっとドタキャンがあったりとか、結構そのなんですか、こうコミュニケーションでこう、まあ、英語できるんですけど、まあ、でもそれでもこうなんでしょう、約束事がこっちね、こう組もうって言ってて組めなかったり、なんか途中もうエントリーギリギリでドタキャンされたりとかいろいろあるんですよ。だからそういう意味では日本人の方が、まあいい外人もいますけど、日本人は信用できるかなっていうのがなんかちょっとあって、で普段も練習できるし一緒に日本で、で、まあ、そういう意味では日本人でそういうのいないかなっていうのをちょっと探してて、そしたらもう、まあ、彼みたいなのがそういう紹介というか、まあ、元々ね慶応の練習の時から、慶応の学生の時からあの、まあ、噂には聞いてたんで、これはちょっと一緒にどういうやつかなっていうところからまず